地下鉄にょんハノイ駅のトンネル掘削新店8月26日午後ハノイ都市鉄道プロジェクト管理委員会 MRB は地下鉄にょ線ハノイ駅間の地下トンネル掘削が進んでいると発表しました THANHSPED と呼ばれるロボット TBM1 がすでに7 8メートル以上掘削を完了しており プロジェクトの進捗が確認されていますロボット TBM1 の役割と掘削速度。日本ハノイ駅プロジェクトの主任技術者ブーさあマン氏は TBM1 トンネルボーリングマシンによる掘削が開始されたと報告しました。このロボットは1日当たり約 10m の速度で掘削していますが、 気質条件により速度は変動します現在 TBM1 は地面に 100m 近く掘削しています掘削速度への影響要因掘削速度は周囲の地質学的特性や地上構造物への影響を最小限に抑えた上で変動しますエンジニアの部ザマン氏によると1 5メートル掘削した後にはトンネル復興を設置するために一時停止し、その後作業を再開するというプロセスを繰り返します。トンネル復興はすべてハナムの工場で生産されています。今後の計画と工程。計画では TBM1 が240メートル掘削した後、TBM2 と呼ばれる別のマシンが稼働予定です。 9月30日には TBM2 が新たな掘削を開始する予定です。掘削作業の深さは1 0メートルから2 8メートルの範囲で行われ、最深部は縫い付く交差点の非常口です。プロジェクトは、約16ヶ月をかけて全長 4km の地下トンネルを完成させる計画です。地下鉄にょん、ハノイ駅プロジェクトの概要。地下鉄にょん。 ハノイ駅は国家プロジェクトの一つと言いながら完成から7年遅れてやっとボーリングを着手しましたベトナムの国家プロジェクトは完成予定の倍の期間が経過してから着手します SQKIMMH 下鉄駅はこの路線で最初に建設された駅ですそのせいで周辺の道路は物理的な影響を受けました 路線全長 12.5km には、高架駅8駅と地下駅4駅が含まれており、本来であれば、ハノイ市内の主要な交通手段としての役割を果たすはずです。地上での監視システムと並行工事、エンジニアの部。さあ、マン氏は、トンネル工事は気象条件の影響を受けないとのことです。現在、 地上では地盤の変異と沈下を定期的に監視するための地盤工学監視システムが設計及び設置されています。また、トンネル建設プロセスと並行して、光ランプ、地下液、車庫、車線変更装置などの他の建設項目も計画に従って進行中です。まとめ。 責任者が責任を取らない行政の流れは本来計画されている多数のプロジェクトに影響を与え続けています。国家プロジェクトは国のトップが責任を取って動かないとベトナムでは無理でしょう。このチャンネルではベトナムのニュースを発信しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。